じゃあツイッターからのコメントで、ニコ生放送の時みたいに国会質問や会見の時ももう少し提案や政権への評価コメントも入れるべきです、少し政府批判が多いと感じますという意見があるんですが、どうですか。いや結構入れてるはずなんだけどな去年の代表質問も17の提案を例えばやってるんですよ。でもなんかね、迫力不足だとかいろいろ書かれたりするんででも今回の予算委員会って結構ね厳しい顔してやってられたね。いやその顔はね顔は厳しく、なんか健太君難しい顔してるよね、なんか前と全然違うわねとか言われたんだけど、いやいやそら全部深刻な問題ばっかりですから、皆さん立憲民主党はこんな怖い人ばっかりじゃないんです。みんなみんなそら国会で役割としてやっぱり厳しくね、その真実を追求するためにやってますけど、みんな普段からそんな怒ってばっかりじゃないですから、みんないい人です。